金なくなって1000円しか入れなくなったんですよね。給油する10種をお選びください。給油する数量、ポイントで今日家賃選んだよ、僕は。選択してください。レシート発行の静電気除去シートにタッチしてから給油を開始してください。楽天ポイントカードで今日飯食ったよね、俺の。そうっすね。なんか、どやらい量を。毎回寝とらん起きろっ遅いんだって、いつこの間なんか5分ぐらい遅いんだね。ピヨン、ピヨン、せーっつって今日どこ行くの？今日どこ行きます？今日どこ行く？どこ行きます？どこ行きます？ケンちゃん、今日耐久ケンちゃんですけど、本当は今日俺エブリィで行くよってやったんだよねえ、なんか知らんけどさ、どんなかっこいいゲーム撮ってくれるしか、ちょっと PV PV 撮ってんの？はい、ちょっと PV 撮ってんの？それ PV？ はい、PV です。ケンちゃんどう？ちょっと PV なってる？クソみたいな画角無理ですわ、これ無理無理無理前は前は、はい、前からカットする。ちょっと待ってくださいね。これはな、やっちょりでちょっとカットと思って。オッケーっす。あの PV でありそうなのカットとかシーンとか間違えた。何やってるのちゃんと PV？おー、よし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 。まあ。こんな感じですね。最後がよくわからん。最後がよくで、昨日の映像撮ってよく TV であるな。斜めから見に行って。そう。はい。TV ではさ、斜めからこう撮ってこう上がってくる感じのっていうことでしょ。どういうことですか？なんか動きのある映像あるな、TV に。無理もう一回チャレンジ。ちょっと待って、やっと行きますよ。行きましょう。さあ、よいしょ、何？快適。ちょっと待って、なんでさ、ケンちゃんおかしくないシャツを先乗ってんのやつ。あれ一番若造が。あ、ちょっとあれですね、遠すぎて見えないかもしれないですね。広すぎて。若造がそこに乗ってるのかしら。あのほら、広い。なんか言っとるよ。広い。シート下げ。シート、あのマックス下げても広いからそれ。あの残念ながら僕変えられるんで後ろで。逆に前それるよ。はい。ケンちゃん疲れた。間違って購入された場合は、温泉入って。お渡しカウンターのスタッフまでお申し込みください。やっちょは？やっちょ何？やっちょはって俺の財布持ってやっちょはって執着じゃないよね。当たり前かね。いや。やっちょは。あもうダメだ、時間切れ。はい、やっちょ見るだけ。やっちょ見るだけ。できますわ。はいよ。はいよ。ちょなんか俺やっちょ登ってばっかだね。出来上がりましたら、注意力になんかしてね。そうっすね。そうっすね。間違って購入された場合は、月見うどんです。お渡しカウンターのスタッフまでお待ちください。昨日そば。ここであのがっつりなんかあのカレーとか食らしてるの。いや僕ビーフカレーとか。じゃあ僕どっか泊まってもいつもなんか僕に朝カレー食わすようにするよ。それな。カレー毎回カレー食わす。朝からカレーやべえよね。朝カレーは本当やば。ケンちゃんそれ何？これですか？これカレーライスです。カレーライス？はい。何やそれ？カレーライス。そばじゃない。カレーライスです。一味かけるの？一味いらない。そばじゃない？そういうの。いや別にそういうわけじゃないです。なんかやっと社員、今社員食堂始めてない。あれなんで俺だけそば？そうや。昨日そばやどさまり食ったじゃないですか。そば大好きなの。じゃあ箸あっ、箸。いただきます。いただきます。なんで俺だけ割り箸じゃないんだろう。ビップは違うね、肩追いやられた感じ。喫煙者ってなんか本当に立場ないよね、今。そう、身を削って納税してるのに、ね、これ、タバコ吸うことで税金払ってるんですよ、なんかすごい立場ないよね、これどういうこと？我々の命をね、引き換えにこの国のためにと思って、いろんな意味で煙がられるよね、そう、煙が、うまいうまいよ、
座布団くれる、うん、後で敷いておきます。おやつ聞いてないもん、もう上手そうだもんな。置いとくよ。いやいや、やめてください。すごくないですか、女性の方でバスに乗せられてる。すごい、女性運転手やるね。あるじゃないの。今更だけど。11時ぐらいまで、あの横殴りの雨みたいなのがあって、じゃあ多分今日あれね、雨男愛知県代表がさ、わざ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 行くから雨が降る。なんでこうなるかな、いつもね。そうっすね。しかもまあまあ見てますね。大丈夫、連れてきちゃったかもしれない。雨雲、雨雲連れてきたね。やめろ、やまんねん。いや、やまない、やまない、やまない。絶対ぐちゃぐちゃになるやつやだな。本当に嫌だ。めっちゃ明るくなってきたね。明るくなってきましたもん、ね。後ろは快適に過ごしております。ただいま午前4時55分という中にさってる。目覚ましテレビだけど、 そんな中途半端な時間言うんです。4時55分っていうね、あれ。そうなんすか。違ったっけ。だから4時55分、言うかな、言うかもしんない。なんか変な目覚ましの時間。そうそうそう、目覚ましテレビ。あ、じゃあ5時55分か。4時55分。8時55分やって聞いたことあるんですけど。あ、8時55分あるかも。1時55分と8時55分が聞いたことあるんです。そうだ、そんな違ったな。あの、なんかちっちゃい目覚まし時計のキャラクターでしょ。違った。いやいや、4時55分はやってないでしょ、まだ。違ったっけ。はい。おはようございます。ねえねえねえ、ガソリン盗まんとな、これ。事件の匂いマジで。ガソリン盗まんとな。でもこうやってこれタンク容量少ないから絶対これ盗まれてるから。ほら、え、盗まれてるよ。車ここ置きたくないんだけど。大丈夫？でもこじ開けられた感じはしない。いや、穴すぐ開けれるようになって。まあでも、え、あれ絶対盗まれたな。発汗は行かれてるよ、あれ。怖っ。気分的に止めたくない、ここ。え、でも車が壊されてないだけ、まあまだあれだな。え、そういう問題？なんか治安悪いっすね。大丈夫？チコチコで撮るじゃん、うん、あれ、深いからホース投げてもあんまり取れない。え、詳しいですね。いや、取れない。だから、ね、昔の車とかはあのガソリンタンクのさ、はい、あれボルト取ってさ、下からジャッ。あ、ドレンの方、ドレンの方が出たら早い。ああ。やっちょ寝てたやつ。おはよう。おはようございます。怖っ。ね、やっちょ怖っ。車置きたくない、このね。え、マジキャップないやん。これやばっ。怖い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 。俺の車狙われるよ、これ。ガソリンパン入ってそうやめるからに。ちょっと抜いて、抜いときます。抜いといて、そういう問題じゃないよね。ちょっとケンプ見て、これほら、これやばいって、やばいって。これ手に入れた方がいいよ。やっちゃおう、やっちゃおう。これ2台だけ。あ、ごめん、ケンちゃんもっと下げて。いやー、長かったですね。もう眠いよ、もう。寝ていい？おやすみなさい。半分寝てるんで、帰りやばいかもしれん、ちょっと。帰り寝てぶつかったら教えて。帰り寝ながら行きますか？もう帰り、あの、半球睡眠できるからさ、右で寝てって、あ、ここじゃない？これ？ここです、ここです。もうちょっと行く。そこじゃない？はい、そこ。あ、着きましたね。なんか一気に、様子おかしくなりましたね。ここ？はい。今日は外野だから、ちょっと、ここから。はい、前、その…うわー、YouTuber がいる。 YouTuber がいる。おっと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 。いつも言ってください、あれ。あの、お決まりの WCMAX。 おはようございます。まさか、こんなとこでお会いするとか。これ、俺のストーカー。俺のストーカーってことで。うん。あ、ドッキリ。うん。あー、そういう感じ。あー、いいね、いいね、いいね。ミカミカホイールも綺麗になってる、これ。今、クソ汚くなってる、これ。そん中、ポリッシャー入ってますか。あ、これもうほら、ドッキリやるよ、もう。サビーさん、どうも。あ、ガイス、ガイス、ガイス。映っとく、映っとく。顔出し、NC で。こっちは、この方。いや、知らんでしょ。僕知らない。WCマーク、知らない。わかんないです。わかんないって言われた。今日、だって今日は初めて、親に連れてこられた。親に連れてこられた。はい。じゃあ、WCマークスなのかな。見てね、見てね。初めて見ました。見てください。
見てくださいもうでも3回目ぐらいちゃいます出る、はい、出てる。ありがとうございます。すでにいつくれるんですか。なかなか振り込みがないんですよ振り込みしてください早く。エムズファイナンスに。ケンちゃんマジドッキリで請求書送ったろ。はい、これ、やっちょう。はい、エムズガレージショー。ちょっと見てこれ、このかっこいいやばないこれ、これ様子おかしいよねこれ。みんな押し拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当ありがとうございました。西本さん盗撮 YouTuber みたいですね。なんか真似事してます。 YouTuber ですねすごいカメラですね。これ面白くないですか。いっぱい持ってるわ。やっぱ金持ち YouTuber 違うわ売りますよこれ5万円ですよすぐ売りつける、すぐ売りつける。また女と電話しとる。違いますよ。またこの間さ女と電話してなんかイチャイチャしとる。しかもブルー優しくてさ、はい、ジャニーとかなんか言ってる言ってない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 。俺にはくないカフェオラ買ってこいや、ソファー買ってこいやとか別に女の子にやあーなんとかなんかすごい優しい声で喋っとんのそら女の子に優しくするでしょうよ聞いた今女の子に優しくするでしょうよおーもう置いてこくよ。おーいや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 、ちょっと勘弁してください。はい近いよ、歩いたら2日ぐらいかかるぞいや、アンチだから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 、やばいっすね。あー、この車はかっこいいっすね。なんで取り上げたんですか。いやいや、YouTuber どういう風に取材するんかなと思って。雨がやばいちょっと。カメラ濡れる、カメラ濡れる。やばいよ。やばいやばい。カメラが濡れる。激しい激しい。やばい、やばい。雨が激しい。ちょっと待って。雨が激しくなってきた。やばいやばいやばい。雨が激しい。やばい、やばい、やばい。激しい、激しい。雨が激しい。やばい、本当にやばい、本当にやばい。傘持ってきない。ない。だって持ってこうとしたらあの現地で買えばいいやっていう。誰傘いらんとか言う。現地で買えばいいとか言って。ちょっとダメだとしてるわ。すみません。ありがとうございました。ありがとう。ちょっとアゲン取ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい。ありがとうございました。お疲れ様です。やばい、黒目ついた。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、やっちゃおう。はい、帰るよ。帰りましょう。帰るまでがえどれ今から姫路城でしょ。いや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 、姫路城行くね。はい、そうです。彦根城行く。姫路城、彦根城行く。彦根城、姫路城の方がまあ効率はいいんで。彦根、姫路か。はい、はい、名古屋城だよ、多分。そう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 。お世話になりました。ご苦労様です。お世話になりました。下気にしたけど下すらないから大丈夫これスパシャンってるせいでさ水がそう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 やばいね。よしやっちゃおう。はい、だから彦根城、大阪城、姫路城、違う、彦根城、姫路城、名古屋城、大阪城。あわあ、そっか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 、あそっか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 、段取りよく行かないですか。一回こうぐるぐる回りながらね。なるほどなるほど。で大阪行ってから松本行けばいいんじゃないですか。そしたらもうちょうどいい感じじゃない。あ、そっか。でまあそっからかちょうど取れちゃうね。ちょうど取れちゃう。全然取れちゃう。あったじゃん。怖いぞあれ。そうしないですね。はい。取ってんのやっちゃう。はい。なんかやばない。大丈夫？名古屋橋で研究会。はい、大丈夫？ショープロの帰り。すごいねあのキャンバリング車。常にキックダウンしてる。ちょっと遠いかな。減速したら。いやでもあんだけタイヤぶっとくてさ、負荷やばいでしょ絶対。しかもバッフロートのクリアなんすよ。怖い怖い。おー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 、大丈夫大丈夫。おー言ってる。大丈夫なんか心配になってくるんだよね。あれ CVT じゃないの。CVT でしょ。 CVT だと思うんです。だからどういうふうでしょう。あの変速はないですよね。でも向かいやばいと思うよ。あんな振ってたやつやばいな。すげー慣れてる。10度ぐらいついてますかね、あの感じだと。いや、ついてるでしょ、ついに。やば。タイヤ吹っ飛ぶ。何時入ってんだ、あれ。ブラック入りそうっすよ。やば、あれ。
奥まで入れたからな、俺出過ぎ、出過ぎしょうがない他の車はそんな抜くないあー、ちょっと休憩眠たいわ眠たいでしょ、お腹すいそこのベンチで寝よう、はい、眠い眠い42-008番、009番、ねえねえ、今町のお客様、連動以降は、連動しかさせ、続きまして、受験番号2の10番で町のお客様、連動以降は、連動しかさせ、ありがとう。でもさ、なんか見えないよ、と思ってて、雨ですか、琵琶湖さ、見えないからさ、華麗で琵琶湖再現したね、これも一望できましたね、ちゃんと一望できた、これでケンちゃん、どう琵琶湖が一望できるよ、これ素晴らしいよ。え、だって向こう見えないやん、ほら見えないからさ、やっぱね、市が来たからやっぱりこれで、ほらそうそう、ちなみに、あこの部分はここの部分になるんで、あそこの部分がどこなの、ここに、ここの部分になる、ね、ここ向き的にどうなのこれ、向き的には、今はこういう向き、こういう向きですね、どういう向きよ、え、待って、はなんかこっちこっち形違くね、こう、こう変えてきてますね、今こう、こういう向き、はい、こういう向きで、まあ、こう変えてきてますね、で、あっちが、あの辺が、あの辺がこの辺、この辺、はい、そういう感じなんかもう琵琶湖が島になってて、あのカレーの海に沈んでるんだって、そういうことになってますね、琵琶湖カレー食べて、はい、滋賀県民だね、琵琶湖の方が滋賀県民です、すごい、琵琶湖ってこんな形してるの、そうです、本当かよ、でも多くね、これちょっと予想外、ちょっといただきます、いただきます、いただきます、うん、斬新やな、ほんまに普通のカレーだあ、ちょっと琵琶湖の味がする、絶対しないっす、ちょっと食べて、ちょっと琵琶湖の味がする、ほらほら、筋が出てる感じ、うん、ね、琵琶湖の味がするよね、琵琶湖や、わけわからん、食ったら仮眠して帰ろう、はい、Wait a minute,